正しいやり方があるんじゃないかと思ってる人いますよね。これはね、依存性が高かったりしますね。はい、おはようございます。長谷メンタルクリニックの院長正祐介です。本日は辛いです、今から何をすべきですかというテーマで、今から本当に何したらいいんですか、なんかよくわかんないですけど、増田の動画にたどり着きました、じゃあどうしたらいいんですかっていう人に向けてですね、まあ、そういう人がこの動画にたまたま見ることがどれくらいあるかわかんないですけども、ちょっと話をしてみようかなと思います。まずですね、僕の増田メソッドですよ。これは僕の治療論というか僕なりのやり方ですけども、まず患者さんに勧めてるのですね、こうマインドフルネスをちょっと一回してみましょうと。それ診察室でも構わないですね。でこれ結構突然言うんですよ。じゃあ今から目を閉じて呼吸しましょうってね、突然言うんですよ。だからあんまり説明をせずに言います。でこれをね、まあ目を閉じて座禅を組んで、まあ何でもいいですけど目を閉じて呼吸をしててください。まず5分やってみましょう、3分やりましょう、診察の込み具合で言いますけど、始めてくださいって言って、割と説明せずに無理やりやるんですよ。だからちょっと不安な状態で始めさせるんですね。で深呼吸してくださいと言ってですね、ゆっくりさせると。でこの目を閉じてゆっくりしている間にですね、いろんなことが分かるんですよね。でこう見ててですね、こう3分5分ができる人できない人に分かれます。まずね、これがですね、まずそのやってても落ち着かなくても苦しくてできませんでしたと、今診察したかギリギリできてましたと、呼吸に集中しようのできなかったです、もう本当ただ苦しかったですっていう人いますね。こういう人はね、まずね、休みなさいって言いますね。まあとにかく今調子悪いから休もうと。でもういや休まないですって場合はですね、休めるためにちょっと鎮静のかかる薬が必要かもしれないですね。だからベンゾなのか、それとも抗精神薬、統合失調症に使うような抗精神薬か分かんないですけれども、あと抗ヒスタミン薬か分かんないですけども、ちょっと鎮静のかかる薬も入れてですね、無理やり寝るとか休む必要があったりしますね。で休んでください。で助けを求めてそれに従ってくださいと僕言いますね。うん、だから今の状態じゃちょっと自分じゃどうにもできないんで、どうにかしたいんです教えてくださいって言ってもできないんで、とにかくあなたは今調子悪いから自分じゃ何もうまくいかないと思うんで、この状態だと何やっても失敗しますから、信頼できる人の言うことを聞いてそれに助けを求めて従いましょうっていうことを言いますね。でどれだけ寝ててもいいですよって言いますね。であと自己肯定感を高めましょうと言いますね。だからこれが5分できてないうちにはもう治療が進まないんで、とにかく自分を褒めてあげてください。とにかく自分のことを大事にする、自己肯定感を高める、自分を愛する、周りの人を信頼するというところからまあ始めましょうということを言いますね。だから結構大事ですね。でですね、じゃあ5分以上なんとかできましたっていう人はですね、どこに行くかっていうと、マインドフルネスを続けながら学びですね、何かを学んでいく、精神学を学んでいく、いろんなことがあると思いますね。一般常識を学ぶ、そういう学びの時間に、そして向き合う時間に当てるんですね。例えばですね、マインドフルネスをしている中でやり方を教えてくれないか分かんないんだとかですね、どうやったらいいのか一冊本を教えてくださいっていう人いますね。よくいるんですよ。だから僕は目を閉じて呼吸をしていればいいだけなんですよって言うんだけど、指示出してそれだけでいいんだよって言っても、足りないんじゃないかとか、ダメなんじゃないかとか、正しいやり方があるんじゃないかと思ってる人いますよね。これはね、依存性が高かったりしますね。依存性だったり、正解があると思い込んでる。でも世の中には正解はないわけだし、そのね、正しいことなんか全てがあるわけじゃないので、それがなかなかね、分かんないですね。だからそういう自分が向き合っていって、自分の人生を生きるためには、そうじゃないところをリスクを負ったりとか、行くってことなんですけども、それを学ぶっていうことは大事だったりしますね。あとは、まあなんだろうね、よくあるのは、頭の中がぐちゃぐちゃしますとか、嫌なことをずっと考え続けちゃうんですという人はですね、呼吸に戻ったりして気持ちを切り替える力が弱いですね。
だから切り替えるために、切り替える力を身につけるためにですね、呼吸の練習をしましょうと。だから、ああ、考えすぎていかんいかんいかん、呼吸に戻るんだと。で、またなんかいろいろ考えてたら、ああ、いかんいかんいかん、呼吸に戻るんだみたいなね、ことですね。ということです。で、あと音楽つけてやっていいですかとかいう人はですね、ちょっと楽をしようとしすぎてますね。だから、まあ最初はそれでいいんですよ。音楽をつけてやってもいいんだけれども、大事なことは、ただ目を閉じて座って呼吸に集中する。で、何か思い浮かんだとしても、また呼吸に戻っていくっていう、この作業なんですよね。これがなぜただそれだけのことはできないのか。これに向き合い続けるとですね、いろんなものが見えてきますね。僕も診察の中で、ああ、いろんな感想があるなと思って、結構面白いし、いろんな発見があるみたいですね。これはやっぱ基本だなと思いますね。だからやっぱりお坊さんが一生かけて練習していく、座禅をトレーニングしていくっていうことの意味っていうのはすごくよくわかりますね。いいと思いますね。ただですね、やっぱり精神科なので、お坊さんを育てるためのとこじゃないんで、まあ10分5分とかできるようになってきたらですね、まあ、次に向かうと。で、次は何かっていうと、やっぱり目標や目的ですね、を定める。で、これに向かって計画を立てる。で、行動して修正していく。で、また目標目的をこうまた変えてみるとかね、ある程度やった、これをやってみるってことですね。だから、苦しいからとにかくカウンセリングを開始したいとか、カウンセリングでいろいろなことを整理したいとかいろいろ言うんですよ。吐き出してみたいんですっていう人結構いますけど、それ何のため吐き出すのかってこと結構大事ですね。だから何のためか、何のために治療していくのかっていうところを、要所要所です、確認する。で、それが決まってないうちに始めてもうまくいかないし、だから心の探求っていつまでやっても終わりがないんで、過去のことを掘り下げれば掘り下げるほど過去の話ってどんどん出てきてしまうので、そうすると今の自分の人生を生きられないんですよね。もちろんあなたの人生がですね、過去のことを探求するためにあるというふうに思うんであれば、それでもいいのかもしれないんですけれども、多くの人にとってはそうじゃないと思うんですね。楽になって次のことをやりたい。今の自分の問題を解決したい。自分の人生を楽しみたい。今ある目の前のことを解決していきたいとか、そういうふうに思っていくと思うので、過去の探求にだけに人生を費やすことは、多くの人にとっては本当の希望ではないと思いますね。だから、ある程度目標を定めた上でカウンセリングって開始しなきゃいけないし、心の探求って始めなきゃいけないですね。だから何のためにやるのかですよ。例えば、転職で失敗続きだとか、悪い人を見極められない恋人を、毎回暴力振るう恋人を探しちゃうとかね。だったら、そのために生い立ちから振り返って、どういう自分の過去と連携してるのかを知りたいとかね。じゃあどうやって乗り越えたらいいのかを知りたいとかね。まあ目標目的を持ってカウンセリングをしていく必要があるので、まあこれが大事。それに基づいて治療計画も立てて行動修正していくことが大事ですね。で、僕はですね、全ての人がですね、精神科的な治療法をすべきだと僕は全然思ってないんですよ。心の探求に興味がある人は、それを追求していけばいいと思いますけど、興味があんまりない人だったら、休んでですね、次の目標や目的を決めてまたやっていけばいいと思いますね。それで適宜精神科メンテナンスをしてあげるというやり方もあります。とにかくこの目標目的を、まあ、自分本位じゃなく、自己中心的ではなく、そして建設的な目標をですね、一緒に考えて、そして次に進むという段階に進む。だからマインドフルネスがある程度立ってきて、学びがある程度得られて、向き合いができたらですね、おのずと目標目的っておぼろげなく見えてくるんですね。もし見えてこなかったらですね、まだこっちが足りないんですよね。2番が、1番か2番が足りないので、まずその、1、2をやってみて、3、ここがね、やってみるということですね。で、その上で最後はこれを繰り返すんですよね。だからここに行ったら到達だとか、ここまで行ったら幸せになって、もう人生はずっと安心のまま平穏なまま過ぎるっていうことは
ないですね。僕らはずっと悩み続ける存在なんですよ。落ち着いたなと思ってもまた次の課題が出てきたり、次の問題とか次の困難に出会って、また悩んだりして苦しんで、でまた安心したなと思ったらまた悩むわけですよね。その過程で幸せを感じたり、新しい発見があったり、知的好奇心が満たされたり、使命感を感じたりとか、愛情を感じたりとか、いろんな思いを抱くんですけども、まあ繰り返して最後は死ぬということです。だから、このですね、2番に行ってまた1番に戻ったな、3番まで行ったけどまた1番に戻ったなということにくじけずですね、まあそんなもんだなと思って、また1に戻ってやったなと思ったら1に戻って。でいいんですよ。まあそういうことをやるということなんですよね。だから精神科の治療ってですね、薬の力で脳を変える、薬で脳を変えて不安や困難を乗り越えるっていう薬物療法だったりですね、カウンセリングや何かで人格の成長ですね、自己成長、人格の成長だから、人間とか社会の本質を知ることで、カウンセリングの中で知ること、自分で発見すること、人間成長を伴って自分の力で不安やの困難を乗り越えるっていうカウンセリングの治療、そして助けてもらうってことですね。外部の力の助けをもらう、生活保護でもいいし、社会福祉でもいいし、何でもいいんですけど、助けてもらうことで今抱えている不安や困難を乗り越える方法、この3つをハイブリッドさせて治療していくか進んでいきますね。だから1番だけで終わるわけではないし、2番だけで終わるわけじゃないですね。もちろん3番だけで終わるもんではないので、まあそういうことを分かりつつですね、まあこの、今何をすべきかを考えていくのがいいと思いますね。ということです。もちろん診断とかによってですね、ちょこちょこ変わりますし、このやり方はあくまで僕のやり方なので、僕の考えるやり方なので、分かりやすく説明した自分なりのメソッドを考えてもいいと僕は思うんです、いいと思うんですけども、主派理なので、まず最初はですね、分かんない人とかですね、自分なりの治療法とか回復プランが思いつかない人はちょっと試してみてもらって、でこういう感じで人生進んでいくんだなとか、問題解決していけばいいんだなってことが分かってきたら、これをですね、アレンジして自分なりのやり方を、身につけてもらえばいいんじゃないかなと思いますね。ということで、今回は、辛いです、今から何をすべきですかということをテーマにお話しました。今日の宿題ですね。宿題はまあそうですね、マインドフルネスを突然やれと言われた時に、やってみてですね、頭の中でどんなことを思い浮かびましたか、十分5分できましたか、それともやっぱ長すぎてできなかったかとかですね、どんな感じをしたかちょっと、書いてみてください。で、見えてきた課題とかをですね、ちょっと教えてもらえると、皆さんの助けになるかなと思います。もちろん匿名性を確保するようにね、個人情報は書かないようにしてくださいね。では以上の動画があります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録、私の方よろしくお願いします。ではまた。